ことはさ、つまり今までの出来事は全部この歌の通りってこと？空は怒り、これはドンドラ様のことで、地は泣き叫び、これはナマズ様だ。ね、ぴったりでしょ。信じられないよ。でも偶然にしちゃあまりにも。これからどうなっちゃうの？この歌の通りになるとすると、やっぱり新しいゴミがほとんどないよ。もうお月様からゴミが降ってこなくなるのかも。スクープだよ。チビール、みんなを集めて、このことを発表しなきゃ。うん。毎度お騒がせいたします。みんな絶対参加の緊急将来会を開くよ。絶対参加だよ。ねえチビール、どういうこと？誰も来ないね。わては来とるよ。これじゃ話にもなんないよ。僕、みんなを呼んでくるよ。私も行く。まったく、みんな何考えてるんだか。わてが思うにはな、俺、悪いな、カンナ。あしらは忙しいでです。忙しいでです。そらら、私も頑張っておりますです。そういうわけでよ、あしら抜きで適当にやっつくれよ。そんなのんきな話じゃないの。ゆうべのお月様見たでしょ。ああ、確かにありゃ驚いたけどよ。とにかくみんなで一度集まって話を。ラーリポップ、ラーリポップ、どんなお家ができるです。エリサ、楽しみです。さあ、続きをやるでです。合点です。ねえ、聞いて、もうゴミが降ってこなくなるかもしれないんだよ。いいの？それでも。いいぜ。はあ？俺たちはエリサちゃんさえいてくれれば、他には何もいらないでです。いらないっす。我らが愛しのエリサちゃん。なめて。相当重症だね。もういい、次行こう。次。皇帝、そろそろ準備オッケーです。あ、セクシー。私は今セクシー体操第2位の開発中なの。セクシー体操第2？あの雨娘を倒すためには今までの技じゃダメなの。新しいセクシー必殺技を身につけなきゃ。キャサリン先生、今はそれどころじゃ。ゴミリーヒルズの大問題だよ。邪魔しないで坊やたち。セクシー、ダメだ。もう、ほんとゴミって。僕らもゴミだよ。そうだけどさ、あれ？ラリポラリポラリラリ。エリザベスさん、ロックブーテの家の方へ行くよ。ラリラリ。あ、ロックブーテ！エリザベス。確かエリザベスさん、誰かを探して旅してるらしいけど、それがロックブーテ様の？昨日何してたです？そんな昔のこと忘れたい。これからどうするです？そんな先のことはわからない。なんだか二人だけの世界。キャサリン先生、お任せよ。キャサリン先生、どこ行くの？セクシー体操第2位がついに完成したのよ。まずロックブーテ様にお見せしなきゃ。今はやめといた方が。そうそう、後にした方が。どいてちょうだい、ロックブーテ様。とろけてるです。キャサリン先生、だから言ったのに。セクシー。ちょっと危ないかも。よっぽどショックだったんだね。こんな大事な時なのにみんなバラバラ。何考えてんだろう。
てチビールどこ行くの？だって号外作らなきゃ。号外？ついに暴かれたエリザベスの過去、ロックブーテとの密会現場を激写。それどころじゃないでしょ。ほんとゴミってわかんない、うん、結局私一人。分かっておやりよ、ウールバーさん。あれが連中のいいところでもあるんだからさ。でもみんなそれぞれ違うからなんだよ。違うって？一番大事なものがね。お前にだってあるだろ。私の一番大事なものなんだろう。わてにとってはやっぱり酒やね。うん。この町に何しに来た？だからロックブーテに会いたくて。エリザ、それは嘘だ。嘘？俺の知っているエリザベスという女は何の目的もなしにこんな最果ての地まで来やしない。説明してもらいたいものだな。俺も昔の仲間に手錠をかけたくはない。ロック忘れてないわよね。この町を出るです。今の俺はこの町を守る刑事。町を離れるわけにはいかない。ゴミリーヒルズがなくなっても。何？もうこの町はおしまいです。どういう意味だ？時は満ちた。もはや月は明る。我が野望を成し遂げる時は今。ロージ、行くのだ。あ、ロージ、オルカラゴミーヒルズの最終ゴミを、お願いか、このゴミーヒルズの全てのゴミを一文しておらんぞ。全てのゴミを？半分ではあかんのかな。決断の時だね。どうするんだい？逃げるのか、戦うのか。戦おうよ。町を守るにはそれしかないよ。けどよ、殺されじゃ元も子もねえでです。ねえそう。トララ、死んだらもうエリザちゃんに会えなくなります。我らに戦いなど所詮は無理なお話。のれんに腕押し、いかにタコツボだよな。ただしここに約一人、戦いに非常に向いた方がおられる。え？もう、なんでこうなっちゃうわけ？よくお似合いですよ、マドマーゼルカンナ。頼んだぞ、隊長。よろしくさ。ちょっと頑張って。やってるですよ。待ってよ、なんで私が？知らないよ、どうなっても。面白くなってきたです。気が消えたのに、どうやら街を捨てる気配はないのに。行け、ローキオ。みんな勝手なんだから。冗談じゃないわよ。なんで私が防衛隊長なんか。あ、来た。どうか、カンナが言いねえでです。ほらな、なんと無責任な防衛隊長。やっぱ逃げるしかねえでです。逃げるっす。エリザちゃん、どこ？うわ、見て、あれ、キャサリン先生の家が。キャサリン先生まだ家で寝込んでるんだよ。なに？ほらな、なんだか揺れてるみたい。また眠
どうすればいいのですでしょうです。いい加減に目をおさまし。キャサリンを見捨ててまでまだ逃げるつもりかい。エリザベスは敵のスパイかもしれない。おーらら、私は助けたい愛しのキャサリン先生を。キャサリン先生、カンナ姉ちゃん本当に逃げちゃったの？どうしよう、どうすれば。パンクはさ、自分のやりたいことぐらい自分の頭で考える、そう歌ってるんだよ。考えなきゃ考えなきゃ、どうしたらいいか考えなきゃ。そういえば、そうか、操ってるのは一人だから。これまでか。キャサリン先生、諦めるのは早いわ。カンナ姉ちゃん、今からみんなでドーチを撃退する。キャサリン先生を助ける。みんな今から私が言うことをよく聞いて。これがこうして、それからうん、ペチやるっち、やるぞ。オーラな、私たちの出番ですぞ。分かるなよ。もうちょっと右、いや、左。あっと、後ろで、いや、前でいい。おー、来るぞ。あら、杉太郎バリトン、どうしたの？キャサリン先生。うん、あとは、刑事さんの腕の見せ所だよ。任せてくれ。忘れてないわよね。コミリーヒルズの防衛隊長、ドラムカンナ。ドーチ、かかってこい。出たな、ドラムカンナ。ドーチを、ヤクを吸い上げるぞ。今よ。
ックロックプーテ。俺はもう昔の俺じゃない。ローチを倒さなきゃ。今のお前では無理だ。チキショー、悔しいよ。私のせいだね、カンナ姉ちゃん。私がコミリーヒルズを守れなかったから。カンナのせいじゃないさ。そうでね、カンナはよくやったでね。よくやったっち。しかし、これから私たちはどうすればいいのでしょう。もう酒は飲まれへんのかいな。もうセクシー体操ができないわ。それはできるんと違うか。なんです？エリザを殺すです？まったく、こいつにはすっかり騙されたでデイ。騙されたっち。キャサリン先生、あっしゃやっぱり先生一筋でデイ。一筋だっち。ほーらら、もちろん私も。そうだか。音だっちよ。いいこと言わねえで。何するんでね。こいつを許してやってはくれないだろうか。何？エリザベスは私たちをこんな目に遭わせた張本人なんですぞ。すまない。しかしこいつはこれでも昔の仲間。俺たちはかつてガラス皇帝と戦う反乱軍の兵士として日々戦いに明け暮れていた。私がおとりになるです。任せておけ。いつも通りおとり作戦だ。しかし信じられないミスをした。今です。俺は心に深い傷を負い、一人戦場を離れた。勝手な言い草なのは分かっている。しかし行きなよ。え、逃がしてくれるです？もうこんなことしないって約束して。うん、ありがとう。ロックブーテ、一緒に行くです。コミリーヒルズなくなったです。もうケージは必要ないです。ゴミリーヒルズまだある。どこ見てるの？もう町はないです。たとえ家が消え、町が消えても、ゴミリーヒルズは存在する。どこに？あいつらがいるところ、そこがゴミリーヒルズだ。あっ、チキショーめ、こいつは一本取られたでね。取られたっち。そか。ゴミだけで住んでるパラダイス。僕たち役に立つもんか。決して悪くもない。なんとかしないと我々はすぐにでも飢え死にしてしまう。まあまあ、なんとかなるでね。なんとかなるっち。そんなのんきな状況じゃないと思うんだけど。それじゃみんなの元気が出るように私がセクシー体操第2位を見せてあげるわ。トレビアン。やよ、待ってました。マスタッチ、シャッターチャンス、シャッターチャンス。酒のあてになるがな。あ、酒あれ。セクシー体操第2位、よーい。
いまセクシー体操第2位の開発中なの。セクシー体操第2？ あの雨娘を倒すためには今までの技じゃダメなの。新しいセクシー必殺技を身につけなきゃ。キャサリン先生、今はそれどころじゃトミリーヒルズの大問題だよ。邪魔しないで坊やたち。セクシー、ダメだ。もうほんとゴミって。僕らもゴミだよ。そうだけどさ、あれ？ロリポップ、ロリロリロリ。エリザベスさん、ロックブーテの家の方へ行くよ。ロリロリ。あ？ロックブーテ！エリザベス。キャー！嬉しい！生きていたのか、エリザベス。確かエリザベスさん誰かを探して旅してるらしいけど、それがロックブーテさんなの？昨日何してたです？そんな昔のこと忘れたい。これからどうするです？そんな先のことはわからない。なんだか二人だけの世界。キャサリン先生、お任せよ。あら、お二人さん。キャサリン先生、どこ行くの？セクシー体操第2位がついに完成したのよ。まずロックブーテ様にお見せしなきゃ。今はやめといた方が。そうそう、後にした方が。どいてちょうだい、ロックブーテ様。とろけてるです。キャサリン先生。だから言ったのに。セクシー。ちょっと危ないかも。よっぽどショックだったんだね。こんな大事な時なのにみんなバラバラ。何考えてんだろう。でチビールどこ行くの？だって号外作らなきゃ。号外？ついに暴かれたエリザベスの過去、ロックブーテとの密会現場を激写。それどころじゃないでしょ。ほんとゴミってわかんない。結局私一人。えわっ、ここは決断の時だね。どうするんだい？逃げるのか戦うのか。戦おうよ。町を守るにはそれしかないよ。けどよ、殺されちゃ元も子もねえでです。ねえ、そう。ほらら、死んだらもうエリザちゃんに会えなくなります。我らに戦いなど所詮は無理なお話。のれんに腕押し、いかにタコツボだよな。ただしここに約一人戦いに非常に向いた方がおられる。え？もうなんでこうなっちゃうわけ？よくお似合いですよ、マドマーゼルカンナ。頼んだぞ隊長。よろしくさ。ちょっと頑張って。やってるですよ。待ってよ、なんで私が？知らないよ、どうなっても。面白くなってきたです。気を決めたのに、どうやら待てを捨てる気配はないのに。行け、ロボキュー。みんな勝手なんだから。冗談じゃないわよ。なんで私が防衛隊長なんか。あ、来た。どうかんながいねえでです。ほらら、なんと無責任な防衛隊長。やっぱ逃げるしかねえでです。エリザちゃん、どこ？うわ、見て、あれ！キャサリン先生の家が。キャサリン先生まだ家で寝込んでるんだよ。何？ほらら、なんか揺れてるみたい。いい加減に目を覚まし。キャサリンを見捨ててまでまだ逃げるつもりかい。エリザベスは
敵のスパイかもしれない。ほーらら、私は助けたい愛しのキャサリン先生を。キャサリン先生、カンナ姉ちゃん本当に逃げちゃったの？どうしよう、どうすれば。パンクはさ、自分のやりたいことぐらい自分の頭で考える。ってことはさ、つまり今までの出来事は全部この歌の通りってこと？空は怒り、これはドンドラ様のことで、地は泣き叫び、これはナマズ様だ。ね、ぴったりでしょ。信じられないよ。でも偶然にしちゃあまりにも。これからどうなっちゃうの？この歌の通りになるとすると、やっぱり新しいゴミがほとんどないよ。もうお月様からゴミが降ってこなくなるのかも。スクープだよ。チビール、みんなを集めて、このことを発表しなきゃ。うん。毎度お騒がせいたします。みんな絶対参加の緊急将来会を開くよ。絶対参加だよ。ねえチビール、どういうこと？誰も来ないね。わては来とるよ。これじゃ話にもなんないよ。僕みんなを呼んでくるよ。私も行く。まったく、みんな何考えてるんだか。わてが思うにはな、俺、悪いな、カンナ。あしらは忙しいでです。忙しいでです。そらら、私も頑張っておりますです。そういうわけでよ、アシュラ抜きで適当にやっつくれよ。そんなのんきな話じゃないの。夕べのお月様見たでしょ。ああ、確かにありゃ驚いたけどよ。とにかくみんなで一度集まって話を。ローリポップ、ローリポップ、どんなお家ができるです。エリザ楽しみです。さあ続きをやるでです。合点です。ねえ聞いて、もうゴミが降ってこなくなるかもしれないんだよ。いいの？それでも。いいぜ。はあ？俺たちはエリザちゃんさえいてくれれば他には何もいらないでです。いらないっす。我らが愛しのエリザちゃん。なめて。相当重症だね。もういい、次行こう。次。そろそろ準備 OK です。あ、セクシー。私は勝っておやりよ。ウールバーさん、あれが連中のいいところでもあるんだからさ。でもみんなそれぞれ違うからなんだよ。違うって？一番大事なものがね、お前にだってあるだろ。私の一番大事なもの、なんだろう。わてにとってはやっぱり酒やね。うん。この町に何しに来た？だからロックブーテに会いたくて。エリザ、それは嘘だ。嘘？俺の知っているエリザベスという女は何の目的もなしにこんな最果ての地まで来やしない。説明してもらいたいものだな。俺も昔の仲間に手錠をかけたくはない。ロック、忘れてないわよね。あ、この街を出るです。今の俺はこの街を守る刑事。街を離れるわけにはいかない。ゴミリーヒルズがなくなっても。何？もうこの街はおしまいです。どういう意味だ。時は満ちた。もはや月は明かる。我が野望を成し遂げる時は今。ローチ、行くのだ。あ、ローチ。ゴミだと
かんのかな。あかんの。ユンナマリ電柱にはどこもあったら出て行くの。私たちに街を捨てろっていうの。タワーの場合は運気で住民ごと吸い上げるの。ローチなんか私が。ローチの改造はもう終わっておるの。改造？一匹倒したからといってもう全軍が退却するようなことはなくなってるみ。ユーリと桜っても無駄なだけのみ。逃げローチよ。そう歌ってるんだよ。考えなきゃ考えなきゃ、どうしたらいいか考えなきゃ。あ、そういえば逃げどうしよう。終わった、難しいもん。そうか、操ってるのは一人だから。ああ、これまでか。キャサリン先生、諦めるのは早いわ。カーナ姉ちゃん、今からみんなでドーチを撃退する。キャサリン先生を助ける。みんな、今から私が言うことをよく聞いて。これはこうして、それからうん、ペッチやるっち。やるぞ。イエーイ、どう見たいさ、ちびっこの。私たちの出番ですぞ。わかるなよ。もうちょっと右や、左。あっと後ろで、いやいや、ま、前でいい。おお、来るぞ。あら、杉太郎バリット、どうしたの？キャサリン先生。うん、あとは刑事さんの腕の見せ所だよ。任せてくれ。忘れてないわよ。防衛隊長、ドラム缶だ。ローチ、かかってこい。出たな、ドラム缶ゴミ。ローチよ、ヤツを吸い上げるゴミ。今よ。Yeah.